これはギミが苦手なコーナーですね。なんと JG 胸キュン劇場コーナー、イエー。本当に苦手だったあの時は、今も苦手だけど。このコーナーはですね、ドキドキシチュエーションコーナーでございます。お題に合わせて僕たちがアドリブですね、アドリブの胸キュンシチュエーションを皆さんにお届けします。前回ひどかったよね、マジで。前回ですか。そうですね、はい、前回もまあなかなか大変だったんですけど、今日のお題はですね、はい、PD さん、今日はキュンとするプロポーズ。プロポーズですか。プロポーズ、プロポーズ、プロポーズ。これあれ か、まさかの、まあ、自信はないけど頑張ります、はい、じゃあ君の胸キュンセリフまで。あ、そうなんだ。そんな早くするな。あ、プロポーズすればいいですか。なんかもうなんかそのないですか、内容とかストーリーとか。それは自分で。あ、自分で考えるんですよ。プロポーズだけすればいいですか。はい、そう。ああ、じゃあこれジュノが絶対うまいから僕からやらないとダメですよね。めっちゃ照れてるやん。ああ、じゃあオーン、オッケー。じゃあ人生一回しかないプロポーズやと思って、自分の本気をぶつけるしかない。あ、見れなさそう俺。ああ、思い出せない。なんかストーリーとか作ってくれない。じゃあ、わかりました。 OL の、年上の彼女に、3年間付き合った彼女にプロポーズする、うん、結婚のプロポーズをするんですよ。 OK ですか。 OK です。うん、あ、僕はもうそんな胸キュンじゃなくて、ただ僕のスタイルでやってみたいと思います。はい、まあ、はい、その代わりに、はい、本当冗談なしで、冗談なしで、あの、本気でやってください。 OKOK。 いつも通りなんか何やあれ、ふざけてる顔がもじもじしてんだから。マジで、これが花です。オッケー、いいですね。いいですよ。じゃあ会社にお姉ちゃんがなんか、あ、僕の彼女が働いて、はい、僕はそこに行きます。スーツダー着て、はい、で行きます。スーツダー着て。で、いて。スーツダー着てよ、お前。なんで韓国語入るねん、急に。で、あの、ダーって出てくるんじゃないですか。ダーじゃねえよ、お前。バーッとなんか出てくるんじゃないですか。うん、はい、まあ、これ胸キュンになるかどうかわかんない。準備が長えな、おい。頑張ります。はい、じゃあ、出てきました。はい、じゃあ、来てください。君の胸キュンセリフまで。見えないかも。3、2、1。じゃじゃーん。なあ、これ、花畑。ちょっと待って。なんだっけ、ちょっと返事。花畑じゃない、花畑じゃない、花畑じゃない。何これこれ何？おい、お前よ、花畑をここに詰めてきたって、お前どんだけ金持ちやねん。しかもこれ人間ができるか、花畑は。お花畑？お花畑？花畑は、うん、コッパですよ、コッパ。ああ、お前コッパ、お前力持ちやな、これで花畑。レベルが違いますね。オッケーオッケー。花畑じゃねえよ、お前。いや、花束です。うん、花束、うん、花束、花束。めっちゃ真面目な顔で花畑だよ。普通に言うな、お前それ。あー、自信がない。3、2、1。じゃじゃーん。これ花束。まあ、俺と結婚しようって言ったら、ヌナが、ちょでんするなって言ったら、僕は、いや、本気で。何者なんだ。消してくれ、誰かが。僕が思ったのは、分かった。でもね、あの、それを自分で一人で、ヌナ、あなたは俺と結婚しようって言ったら、冗談するなって言って本気で。何やねんこれ、一個も繋がんねえよ。前を向いてください、カメラを。あそこのカメラ。またやらなきゃいけないぞ。もちろんでしょ、お前。本当真剣にやってください。はい、3、2、1、どうぞ。じゃーん。ルナ、これ花束。俺と結婚する？冗談言うんじゃねえよ。いや、本気で。伝説。ああ、もうこれ伝説やな。
いやーすげえな、すげえ懐かしいし、すげえ面白い。言葉間違いがマジ半端ないて。今からちょっとその当時の記憶を、やばいて、蘇りして再現してみたいと思います。いや今ならもっとうまくできるでしょ。確かに、うん、最近ちょっとレベル上がったじゃないですか。そうですね、あの時、あーこれ懐かしいな、これ本気でよ。これ鬱陶しいけど懐かしいですね。じゃあそれではその時の記憶に戻って、なんか緊張するな。3、2、1、アクション。じゃじゃーん、ルナ、これ花束。仕事お疲れ様だって。俺がこれ持ってきたのは、ルナと結婚するために持ってきた。俺と結婚してくれ、本気で。はあ、なんか落ち着きができましたね。レベルアップしてますね。レベルアップしてますね。まあ、人って成長するもんですね。そうですね、はい、さっきぶっちゃけ花束のことを花束系って言うつもりだったんですよ、はい、またちょっとなんか頭の中でなんだっけ、花束だっけ、花束系、花畑だっけ、なんわからなくて言うときに花束系だっけ、花束って。ほんまお前やばいね。今日のお題は何ですかね。今日のお題は仕事で失敗して落ち込んでる彼女を励ます人。また胸キュン。また胸キュンですか。それを励ます。励ます。こいつさっきこの収録の打ち合わせの時にこの落ち込んでる彼女の励ます一言っつったら、こいつがなんでハゲるの。おいおい、そのハゲるじゃねえから。じゃあ俺から行こう。あ、先に行こう。先に行こう。どうしたん。やる気満々や。男、彼女が落ち、これいる、これ落ち込んでるでしょ。これいる、彼女が落ち込んでる。どうせこういうのでしょ。ルナ頑張って、落ち込まないで、お花畑でしょ。どうせシャウって、なんとかなんとかふざけるな言うて本気で。もうマジ俺がそんなバカみたいにやって、やってましたね。はい、やってた。準備よろしいですか。今日は本当に冗談なしで本当に真剣でいい。いつも冗談だった。あいつも冗談だった。 Are you kidding me? いや冗談じゃないんですけど、はい、まあちょっとまあ今日はまあ笑いなしでやっていきたいと思います。もう笑っとくないな、なんか不安だな。そうですね、はい、みんなが見なかったらいいんですかね。そうですね、はい、じゃあ誰も見ないようにします。はい、そうですね、はい、はい、カメラさんは見てるんじゃないですか。すごいしょうがない。じゃあそうすんねん。見てるね。やめろや、うん、君の胸キュンセリフまで3、2、1、アクション。え、大丈夫？え、仕事よくできなかった？あ、でもいい感じだね。あ、いい感じだね。終わってない。終わってないのに、なんで笑ってるの？俺もうほら試験にやるって言ったのに。あ、ハンチプン。あ、ここからフンチップンが初めて出た。真剣にやっても笑ってる、真剣じゃなくても笑ってるし、フンチップン。こうだったら実家に何やねんそれ、フンチップンって。いや、すごい良かったよ。良かったんだけど、あの日本語がなんか買ったことに聞こえて、はい、すいませんでした。あ、でも良かった、良かったよ。後ろに一番大事なセリフがあるんですよ。ごめんごめん、笑わないでください。僕真剣に本当にやる。じゃあ私も目つぶっとく。はい、じゃあ僕昨日演技練習したって一人で。何で演技練習するの。君の胸キュンセリフもう一回見ていきましょう。3、2、1、アクション。え、大丈夫？仕事よくできてなかったのかな。俺の肩いつでも空いてるから、いつでもあなたに俺の肩貸してあげるよ。おいで。キャッス。あー、あ、でも今までで一番良かったじゃないですかね。
まあまあ恥ずかしいんですけど、まあたまにはなんかね冗談なし抜きでなんかやらないとダメだなと思って一回やってみましたけど、はい、まあ、ね、なんか顔が眠くなりましたね、まあ、恥ずかしいってことです今自分がやって恥ずかしいからなんかカメラも見れないし耳赤くなってるし誰も見れないから壁を見てる壁を壁を見てる壁を。いやいやそんなに照れてんのかよ、今どうですか、今はぶっちゃけ胸キュンセリフやりながら、はい、前みたいにあんな感じですごく恥ずかしかったり、今はまあ昔よりはちょっと慣れてますね。なんで練習したから一人で、まあ、練習してたんじゃなくて、うんうん、あの時よりもずっともう何回もやってきたんで、うん、まあね、さすがにいっぱいやると慣れてるんじゃないですか。今日は何ですか。今日はこれも胸キュン、ラブソング。ラブソング。また胸キュンですか。胸キュンラブソングだったらできるんじゃないかな。ラブソング。それを即興で作っていくっていうことですかね。はい、手間とかは自分たちで決めて。はい、もうそこは自由です。わ、うん、かりました。じゃあそれではギュミンの挑戦。なんで俺から受けるの。ちょっと待ってよ。俺考えて中だって。考えて中だって。手作りのラブソングで僕がただ考えて中だ、歌えればいいですか。あもう歌だけ。ギミゴだよギミゴ。ああだったら僕が昔にちょっと花声で作ってた曲があるんですけど。おおいいじゃないですか。それが今歌詞が思い出してないです。それはもう即興でやらなきゃいけないんで。じゃあ最初やってください。いやいやなんでやねん。じゃんけんしましょう。最初はグーじゃんけんぽい。よし。ムクチパムクチパムクチパ。いやいやもう終わり終わり終わり。ムクチパムクチパ。チーチームハイワリだいたいあえていい人が負けるんですよ。ギュミンの胸キュンセレナデーマで3、2、1。俺がお前にお前のためになんで俺に向いてお前言ってんだよお前。曲を作ってきた、ちゃんと聞いてみて。愛してるよ愛してるよ、今は君に伝えないけど、僕がもっと勇気を出して君に告白したい。告白する。あー、もともとこういう歌詞じゃないけど、なんかね、あのいい曲なんだけどメロディーも。その時にめっちゃ頑張って歌詞を作ってたのに久々に覚えたし、しかも勇気を出してお前雪を出してとか言うから急にどこから雪を出すねんと思ってお前ちゃうって札幌雪まつり行ってんちゃうだろお前。雪をって言ったの雪を。あーこう、まあ、歌詞もっと高くって言ったけど、まあまあいい感じでしょ、ね、後ろがもっとやばいっすよこれ言ったらもうバーって。あじゃあ行ってみましょうか。3、2、1。歌詞が分かんない。どうぞ。歌詞ないやんけ。歌詞がだから整理してないって。なんで俺にやらせてんのだから。それがプロやから。あーもろちょっと待って、ね、なんかねあのいい曲ですよ。いい曲なんですけどなんかムカつくんですよね。なんかなんかニヤニヤしながら歌うからじゃない。なんかでも、うん、ちょっと一回久しぶりに歌ってみましょうか。じゃあギュミンのなんだっけ、歌詞作曲作詞の曲まで3、2、1。キュッ。愛してるよ愛してるよ、今は君に伝えないけど、僕がもっと勇気を出して君に告白したい。やあ、恥ずかしい。うん、まあまあなんかいい曲なんですけどなんかあの手足がもうこうなっちゃいますよね。ね、気持ち悪いですね。なんだろう、なんか歌詞がちょっとザーってなりますね。そうですね、ザーってなりますね。僕は多分曲は作れるかもしれないですけど歌詞は多分こちら方面になんか頼んだ方がいいかもしれないですね。そうですね。はい、だからこういう風にね即興で作ったりして、あのそれをまたピアノでコードをこうやって
あのつけたりして曲ができるっていうことなんで、はい、そうですね、まあ、本当 JG もね自分たちの手作りの曲とかも本当に作ってみましょうよ、うん、はい、行きましょう、はい、はい。